たらパッて起き上がっちゃって、朝から暇ではないけど暇なので始めました。いただきます。今日の朝ごはん、おはようございます。うん、そう、宿からです。これローソンさんかな、確か。おいしい。うん、マカロニサラダ聞いてください。なんか冷蔵庫の中のなんか冷凍室みたいなとこにこれ入れちゃってた。朝起きたらカチコチになったシャーベットみたいになってて、びっくりしました。おはよう。準備配信をしよっかなって。おはよう。おはよう。うん、まあ夏だから、そう、もうすぐね溶けた解凍した朝から。うん、おいしい。朝活してる。ごちそうさまでした。うん、美味しかった。そうですね。おお、おお。メイク配信しようかな。メイク配信します。コンバースです。今日キャリーバッグできたからね、もしかして荷物を出さなきゃ。エアコン26度にした。え、なんか他、私ね、昨日の夜からすごい低気圧の症状なんですけど、なんか調べたら、この地域低気圧じゃないって書いてあってあれみたいな、私誰より先に低気圧を感知しちゃった
かもです。嫌だなって気圧。鏡持ってくる。ちょっとあと手洗ってきます。低気圧先読みしちゃったかも。先読み低気圧そういえば私あのなんか遮光 100% の日傘買いました。よいしょ。なんか普通の日傘って遮光 99.9% らしいんですよ。まあそれでももちろんね、日差しは防げるんですけど、なんかその 99.9 のあの 0.1 がすごい大事なですよ0.1 を争うから、そう 0.1 だよね。 99.9 じゃなくてもう 100% っていうのを探してて、でこの間見つけました。で、あの日野がちょうどね、そうお誕生日だったじゃないですか。え、今日 NGT デーなの？知らなかった。知らないで適当に配信しちゃっただから日野にもあげた、その 100% よいしょ。え、 NGT デーなの？意識高いですね私。全然たまたまなんですけど。じゃん。前髪止めるピン忘れた。そうですよ。ひのりんに。ちょっと今日バタバタなので、なんか夜できるかもいりゃできるか、うん、ちょっとわかんない。 あと、なんで、あと早起きしたからもうやっちゃおうって思って始めた。じゃん。
今日の天気は何かな。何ですか今日の天気。おはようございます。これ何、なんか窓が分厚くてよくわかんない。晴れてるのかな。かえりちゃんも食べた、イエーイ。おはよう。レア配信朝やるなんてレアです。ただいまおしゃべり会ね、受付中なんですよ、最新シングルの。ぜひお越しくださいませ。昨日あのメールの方に、あ、オンラインじゃない、オフラインの特典だけ載せたんですけど、なんかナースとポリスと浴衣を今回着ようと思うので、ぜひ遊びに来てくださいね。今日中にツイートしなきゃ。あんま期待しないで、そんな期待しないで。迷う？来て来て。メールの内容を見てさらに釣られちゃった。そんな、待って、そんなに私、そんなに嬉しいです。待って、そんなメール送ったっけって思って。そんな釣り上げた覚えはないけど、夜勤が終わりまがえ、頑張って。夜勤ってさ大変ですよね。ナースポチッとありがとうございます。夜勤すごいよね、やってる方たちさね、え、偉いな。釣られた？8月11日ぐらいから始まるんですけど、それは私の22歳最後、あ、じゃない7月にあるんですけど、それ22歳最後なので、ぜひみんなに来てほしいな。もう22歳の私とはもう二度と会うことはできませんよ。いいんですか？もう22歳の私はいないの。もう8月には23歳、もう次の特典2回目以降はもう23歳ですからね、後戻りできません。達者で暮らせば。はい、おかげさまで朝ショールームするぐらいは元気があります。おはよう、ハートありがとう。よいしょ。髪の毛もできればしたいんですよね。結構ボサボサ。
意外と早起きだって。おいおい。でもそう、お仕事夕方なんですけど、ホテルはさ、ね、お昼にチェックアウトしなきゃいけないじゃないですか。さすがにチェックアウトは守りますよ。延長、ポケットマネーで。まさかの。この時間で見れると思わなかった。そうだよね、昨日の夜できなくて。ファリちゃんとのおしゃべり楽しかった。やったー、キムエメもお待ちしていますよ。じゃん、じゃ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 ーん。こんな感じでまだボサボサのことには変わりないんですけど、まずお見せできる顔になった。配信は義務。全然フローラに、ま、あの強制させられてると思ったんですか。そんなことじゃない、そんなことはないですよ。全然ショールームもっとやりなとかを言われたこと一回もない。そう、今日本当はなんかさやかの卒業公演行こうと思ってたんですよ。でもなんか今週ね、まあいろいろ忙しいで、なんかいつ予定入るかあんまり分かんない状況だったから、そう、行けないっていうことで。まあ、結果的にはね、そうだね、行きたかったよ、初の HKT 劇場だし、行きたかったですよ私も。カイリンこと、こんにちは。間に合わないよ。だって私はもう昨日からいるんですよ。多分あれでしょ、あの、あ、そう、ゆめちゃんとはね、仕事のお時間違うからね。あの、飛行機さ、飛行機の最終で新潟帰れないですよね。まあ羽田でも成田でも絶対公演の、あの公演が18時半からだから、多分ね絶対帰れない。
チラシ寿司の日だって。チラシ寿司大好き。ハートありがとうございます。なんかあのチラシ寿司のさ、お寿司ではないけどなんか楽しませてくれるような感じ、あの控えめの感じ好きです。よし、メイク再開します。あれ？あった、よいしょ。今日髪型何がいいかな。ストレートか巻きか。でも豆だったらストレートだとグニャグニャになるから巻きかはいいかな。ねえ、大人っぽくなったかな。遊びに来た、ありがとうね。カイリー、カイリー大好き。もう23歳だから。そうなんだ。なんかお水がポタポタしてる、怖いよ。私さ、それが怖くてさ、お部屋変えてもらったことある。怖いですって言って、なんかお風呂場がポタポタしてますって。なんか心霊現象だと思ってマネージャーさんに急いで電話して助けてくださいって言ったら、部屋帰っていいよってなった。お手紙ありがとうございます。やっぱり松っぱ行くとメイク楽。なんか私まつげの毛穴が下向いてるから、なんかもう自力じゃまつげ上げられないんですよ、毛穴の問題で。まつげの松っぱがさ、まつげの毛穴的に
のファンのみんなね、男性はピンとこないかもしれないけど、そうなんだ、すごい上がってる。すごい加工ボコンってなってた。よいしょ。そう、毎日のようにメイクしてます。ちょっとさ、だから将来さ、おばあちゃんになった時に人よりもお肌さボロボロになっちゃうんじゃないかなって心配してます。男性で待つパターンはお聞きしないですよね。まあでも全然してもいいと思います。おはよう。そういえば皆さん、アウトオブフォーテイト見ましたか？24人が選ばれましたよ。よいしょ。追い出されたらお仕事に向かいます。待機してる。いい子に待機するよ。頑張る、ありがとうございます。皆さんも頑張りましょう。頑張ってね。ちょっと天気見てきていいですか？それによって髪型を。よいしょ。今日の天気は、あら、あらららららら、あら、え、ん、なんか紫色あ、なんかあの座ろうとしたら、座ろうとしたら背中を壁に打ちました。すいません、取り乱しちゃった。リハビリ頑張る、頑張って。紫、なんかさ、何、あの色なんて言うんだろう世界の終わりの天気、痛かったです
たかったです。あ、お着替えもしなきゃいけないから50何分に終えようかな。何これ、カーネーションだ。ありがとうございます。すごい、壁に叩かれた。目覚めた。そうですね、怪我しない。普通にホテルで暮らしてれば怪我なんてしないんですけどね。え、どうしようかな、いい匂い。そろそろどんな気分。普通にじゃあ巻き下ろしていきますか。タコーありがとうございます。タコーありがとうございます。シャンプーとかって自前って、あ、ね、なんか私はもうその備え付けのシャンプー見てから考える。コンビニとかになんかさ1日分だけ売ってるのあるじゃないですか、あれとかいい、サラサラになるし。まあでもなんかそうおしゃべり会とかこうファンの方に会うフェスとか、ファンの方と会うイベントの時はそうするけど、なんかこういう誰とも会わない誰とも会わない今日みたいなやつは、うん、結構何でもいいかもって思っちゃう。あ、ありがとうございます。おはよう。荷物多いです。なんか集合したら荷物おーって思った。おーって言われた。でも私さ、なんか心配性なのかわかんないけど、やっぱもう余分に持ってきちゃうので、みんなみたいな収まりがね良くないの。わかる、自然光漏れだ。やったねー。 NGT 誰も配信してない。フォローしました、ありがとうございます。結構今日グループバタバタしてるから、こんな朝から配信やってる場合じゃあんまりないんですけど。でも準備するから、まあ、どっちにしろねと思って配信してる。そうだよね。みんな忙しそう。よし、今48で配信してるの書いてなきゃ。え、本当に待って、やばくないですか。48配信、あれ大丈夫かな。し、不安になってきた。左だけ完成した。結構湿気強そうだったのでぐるぐるにしました。朝飯食べた。朝飯食べましたよ。あのこれ、マカロニサラダ。ありがとうございます。
帰りフューチャーデイになって、おはよう、初見ありがとう、タコありがとうございます。 NGT デイ、気がついたら NGT デイだった。全然わからず配信してたら足りるよ。なんか私あんまり朝食べれないんですよね。夜とかだったらこれじゃ足りないけど、なんか朝あんまり食べれない。食べることには食べるんですよ。あ、やばい、左右非対称だ。バイキングあったら、でも朝は和食じゃないですか、なんとなく。お味噌汁にご飯に、なんか漬物みたいな、なんか。よいしょ、ありがとうございます。どんなの？よいしょ。痛い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 。そうそうそう、まあ、王道に。ね、納豆とかいいですね。サラダとかも朝から食べると健康に良さそうで、食べてるだけでなんか気分が上がる。あ、納豆食べませんよ私。食べないね。1年ぐらい食べてない。何年か茨城に怒られそうだけど。あ、納豆巻きなら食べますけど、納豆はね食べない。好きなんですけどね。なんか納豆食べる機会ない。はい、 N ドットのワックスをつけていきます。ワックスバーム。これなんかこうなってるからさ、もうそこ見えてるんですけど、爪でやらないといけないのがねね、ちょっとね、嫌だよね。毎回思う。毛先だけ。なんかね、奥に横にいて指の腹だと、あ、でもつく、あ、爪に入った。入っちゃう。なんかなんなら爪についちゃう。あら、あらら、あららですよ。メイクとか参考にして、あー、 YouTube とかたまに見て、あ、これ流行ってるんだなって思って買ったりします。毎日メイクするから、そういう流行りみたいなのには多少敏感になってるかな。と思います。
納豆に砂糖を食べてきて、そんなことしたことはないけど、なんか苦手ありそうだよね、それありそう。ラジオ面白かった、ありがとうございます。そうなんです、昨日はミュとひのちゃんとね一緒に3人でラジオさせていただいて2週連続だったからね、結構深い話もできたかなって。最近私ラジオ率高くないですか？7月の頭にはさ、ひなたラジオさ、先駆け 男塾だっけ、なんだっけ、ひなた塾、男塾って本家かタイムフリーで聞いてありがとうございます。でも納豆に砂糖、なんかさ、なんかあれみたいになりそう、黒豆みたいになりそうですね。おはようございます、受験ありがとうございます。男塾知らないけど、なんかそのなんかディレクターさんみたいな方が、そうこういうのだよって教えてくれた。ね、黒豆みたいになりそうなと、ネバネバの黒豆みたいな。タコありがとうございます、ありがとう。ゴッドハンド、あ、漫画、あ、そうなんだ、か、あ世代が違う、世代なのかな、みんなが。そういうこと、なんか日向祭りさんのラジオってまたエッサコイサとは違った、エッサコイサも日向祭りさんとは違ったなんかね良さがあるから、本当に被らないですよね、全く。すごい、そういうの。お片付けしよっかな、汚いな部屋いや、部屋汚くなっちゃうんだ。あれ野外で、あ、そうなんですよ、こうフショットでもあったと思うんですけど、完全な野外なんです。多分あの日雨だったよね、大変だったね。雨の音とか今日入りそうですラジオに、面白そう。おはようございます。わかる、なんかさ焦っちゃうチェックアウト間に合わなくてさ、ショールームしてたら延長届けみたいな全然あるよね。ゲームもしなきゃ、みんなゲームできてますか？で、第2クーラーお待ちしてますからね、今から始めても遅くないですよ。
か私のクランとにかくチャットが盛り上がってて、もうなんか他のクランのチャットは見たことないけど、え、なんか多分メンバークラン1クラン1クラン1チャット盛り上がってる気がします。本当にやばいですよ。なんかもうおはようの時間はみんなでおはよう言うし、なんかさ公演とかさショールーム配信するとなんかそこでチャットでなんか実況してくれるのみんな。うん、結構やばい。みんななんかみんな仲良ししてくれてる。嬉しい。壁にぶつかってきた。どうしたの？え、本当にチャットやばい。多分ね、これ私あれだわ、あのバイライジの運営さんに褒められるわ本当にチャットね、え、前回も言われたんですよ、佐藤さんのところのチャットだいぶ面白いですねって。え、なんかそれよりチャットしてるの、前回よりも。本当になんかその自信あります。わかんない。なんか何話してますか私たち。なんかね、多分1時間になんか何回も誰か発言してる。もう私がもうずっと張り付いてるから全部返してお返事してます。そう、誰かがなんかお仕事終わりましたって言ったり、夜勤でしたとか、なんかすごい。あ、クラのチャットはですね、あの一番下にこう英語とかね多分書いてあると思うんですけど、そこをタップして左側の欄に SATOKRI の、え、私が一番話してるよ一生喋ってるよ私が。でお母さんもお父さんもね参加してるからね。そう、なんかそうだよ。で戦略的なことはまあうん半分くらいかな。あんまりなんか私がなんかいろいろつべこべ言わなくてもみんながゲーム楽しんでやってくれてて、たまに言うくらいですかね。そのやばいよ本当に。私とスマホ依存症だと思われてるかもっていうくらい。ね、55分だわ。よいしょ、うん、よし、ということでゲームも頑張りつつお仕事ね、それぞれ頑張りましょう。ではランキングを読みします。はい、リヤマさん、ユウさん、ドラゴンさん、ナナ、キューマのぬいぐるみさん、おばちゃん、まーさん、埼玉のゆうさん、かぞうくんさん、まーさん、みえみえ推しの人、イチローバイファンキーさん、しんいちさん、てるはやさん、ありがとうございます。いや、なんかすごい今日さ、初めてお名前をお呼びする方とか珍しい方もいっぱい、ありがとうございます。
ではじゃあお仕事頑張ってきます。行ってきます。みんなも頑張って、お仕事頑張ろう。